そのもみ合いの中でレッズの森脇亮太に対しアントラーズの小笠原光雄が猛烈に抗議し、さらにそれにレオシルバも加わる形となりました。一体このもみ合いの中で何があったのでしょうか。試合後、小笠原は森脇が外国籍選手に対して口臭いぞと暴言を吐いたとクラブに報告し、大々的な騒動に発展しました。しかし森脇側は口臭いぞという言葉を発したことは事実だが、それはレオシルバに対してではなく言い争いとなった小笠原に対して発した言葉であると主張しており、双方の主張は一致しませんでした。